Windows 7のサポート期限が2020年1月14日にと迫る中、Windows 10への無料アップグレードをしました。この動画を撮影した2019年12月4日現在も一度も Windows 10へアップグレードしたことのないこのマシンでもアップグレード可能でした。2番煎じのネタですが、後発ですのでよりわかりやすく、そしてハード面でもコスパの高い環境向上をしてみました。まず Windows 7 32bit 版から Windows 10の 64bit 版へ移行します。これは新規インストールすれば難なく可能です。インストール用に 8GB 以上のメディアが必要です。 USB メモリまたは BDR などのブート可能なメディアを用意してください。この動画では BDR を用意しました。手順は後でご紹介します。次に新規に OS をセットアップするのであればと起動ドライブを SSD に換装しました。OS の起動やアプリの起動が早いと古いマシンでもまだまだ快適に利用できます。投資額は3000円です。構成変更によってライセンス認証が外れてしまわないように念のため Windows 7の状態で一度追加ドライブとして認識させておきました。メモリも増設しました。 32bit の OS では 3.2GB が上限になっていましたが、 64bit 化することでそれ以上のメモリを利用できるようになります。 Windows 7時代と比べるとメモリも安くなっています。4MB を2枚で3000円、コスパの良い環境投資だと思います。パソコンを開けるついでにリチウム電池も交換しました。電池が切れると BIOS の設定が保存されなくなったり内部時計が狂ったりします。マザーボードを交換しなければ大丈夫かもしれませんが、ハードウェアの構成変更によってライセンス認証が外れてしまわないように Windows 7の状態でメモリと SSD が認識できることを確認しました。ここから Windows 10のインストール作業に入ります。 Windows 10はマイクロソフトのサイトからダウンロードできます。リンクは概要欄にも貼っています。最初にメディアクリエーションというツールを取得します。ツール自体は大きくないので、数十秒でダウンロードできます。ツールから取得する Windows 10について、32bit 版か 64bit 版か、両方か、USB メモリからインストールするか、DVD からか、選択をすることで、Windows 本体のダウンロードが始まります。Windows 7の出始めは、互換性から 32bit 版を選択するケースもありましたが、今では主要なソフトは 64bit 対応になっています。今回は SSD ドライブへの新規インストールと 64bit 化となりますので、アップデートではなくインストールメディアを選択します。後で入れ替えることも考えて、アーキテクチャは両方を選択しました。なお、両方で 8GB くらいですので、DVD メディアの場合、片面一層 4.7GB では焼けませんので、ご注意ください。この辺は、お好みで選択してください。片面一層の DVD に焼く場合は、2種類の ISO ファイルに分けて準備することもできます。ダウンロードが完了しましたら、メディアに焼いていきます。今回は、古いハードディスクは残しますので、過程は省略しますが、大事なファイルのバックアップも忘れずに実施してください。ここまでで、Windows 7でやっておくことは完了で、この先は Windows 10のインストール作業になります。先ほど作成したインストールメディアをドライブにセットして、パソコンを再起動します。BIOS の設定画面で DVD からの起動ができるように設定します。起動中のメーカーのロゴが出ている間に F2 キーや DEL キーを押すと設定画面に入れます。
設定画面は機種によって異なりますが、ブートに関する設定メニューから起動優先順位を設定できると思いますので、ハードディスクよりも DVD ドライブの優先度を高く変更します。設定を保存して再起動します。安全策として古いハードディスクは誤って初期化してしまわないように取り外しました。 DVD から起動するには何かキーを押してください。インストール用 DVD が読み込まれました。両方のアーキテクチャのメディアなので、メニューに従って64ビットを選択します。ちなみにこのマシンは Windows 7の32ビット版を長年使ってきて、一度も Windows 10にアップグレードしたことはありません。 Windows 7で使ってきたハードディスクも接続していない状態で、新規に SSD へインストールしようとしていますが、この後無事にライセンス認証も通ります。 Windows 10の32ビット版へのアップグレードを経る必要はありませんでした。セットアップの最初に言語、時刻と通貨の形式、キーボードや入力に関する設定があります。日本国内で日本語を使われている場合は特にデフォルトから変更する必要はないかと思います。今すぐインストールを始めます。プロダクトキーの入力がありますが、ここではスキップします。オペレーティングシステムは Windows 7と同じもの。プロであればプロを選択します。ライセンス条項についてはよくお読みください。同意しない場合はこの次には進めません。今回はアップグレードではなく新規インストールなので、カスタム詳細設定を選択します。インストール先はマシンごとにドライブ構成が異なりますので、間違えないように注意してください。ここでは SSD が1台だけあります。ファイルのコピー、インストールが始まりましたら、マシンスペックにもよりますが、数分から数十分かかりますので、しばらくお待ちください。この後、何度か自動的に再起動されます。水色の画面になったら、また設定が始まります。まず、住んでいる地域を選択します。また、キーボードを改めて設定します。次はアカウントの設定になります。ここでは個人用に設定を選択します。マイクロソフトアカウントを作成しなければいけなそうに見えますが、左下のオフラインアカウントをクリックするとローカルアカウントを作成できます。クラウドストレージやデバイス連携などを使いたい場合はアカウントを入手してください。ログオンに使うユーザー名を指定します。パスワードを確認も含めて2回入力し、セキュリティの質問を3問設定します。デバイス連携やコルタナ、プライバシーの設定をします。私の場合はセキュリティの専門家を名乗ってますので厳しめにしてます。これでインストールは完了です。ログオンユーザーの準備ができるまで数分待つだけです。もうすぐです。Windows 10のインストールが完了し、Edge ブラウザが立ち上がっています。DHCP でネットワーク設定ができていれば、ニュース記事が配信されてインターネットにつながることも確認できます。後回しにしていたライセンス認証を実施します。この画面の右下にあるプロダクトキーの変更からプロダクトキーを入力できます。Windows 7のものを入力しましたが、無事に認証されました。Windows 7の32ビット版をハードディスクで使っていたマシンで、
Windows 10の 64bit 版を SSD に新規インストールしましたが、ライセンス認証が通り、1週間以上問題なく利用できています。今回 SSD 化も実施していますので、どれくらい起動が速くなったかもご紹介したいと思います。比較はこれまで使っていた Windows 7のハードディスク起動と Windows 7の SSD 起動、今回の Windows 10の SSD 起動の3種類です。 Windows 7のハードディスクは長年利用していろいろなソフトが入っているので単純に比較はできませんが、これだけ起動が速くなると古いマシンでもまだまだ快適に利用できます。比較方法としては、入っているソフトの影響を極力受けないように BIOS 起動画面からログオン可能になるまでの時間を計測しました。あくまで参考程度にしていただきたいのですが、このマシンでは約3倍の違いがありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった、面白かったという方は動画制作のモチベーションになりますので、応援のグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。